はい、皆さんこんにちは。今日は僕が開発していますチャット GPT のオリジナル GPTs 歌詞作成 AI、 この話はもう何度もしています。というのも、もう何万人という人が使ってこれで歌詞を作ってくれているからです。今日はこの僕の代表作の歌詞作成 AI をアップデートしましたので、皆さんにご報告とご紹介をしたいと思います。何が良くなったかというとですね、今までの機能は温存しながらチャット GPT O1 プレビューという最新の能力の高い GPT に1番と2番の歌詞とかの長さ自身をなるべくうまくできないかということで、プロンプトジェネレーターもつけてみました。まだ実験的なところがありますので、僕の仕様としましてはプラスマイナス1文字、これで収まるように実験をしているんですが、まだ100点ではありません。でもなかなかいい感じの歌詞ができるようになっていますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。ただし O1 プレビューを使うのにはチャット GPT のプラス以上の課金をしている方ということに限定になりますが、よかったら聞いてください。この歌詞作成 AI の URL は概要欄にも貼っておきます。ここで一番左のですね、歌詞を日本語で手伝ってというボタンを押します。すると2024年11月のアップデート版ですということで、一応説明もGPT-O1 プレビュー用のプロンプト生成機能を追加しましたということでやっています。前と同じように1番から12番の質問があります。例えば作りたい曲名を入れるときなら1何々2 J-POP とかいうふうに書いていただいてもいいし、案外アバウトでですね、もうジャンルは J-POP とかいうような日本語で書いていただいてもいいです。その他設定をしないでいいような時はお任せという感じにすればいいわけです。じゃあここで1と押します。そして作りたい曲名ということで、冬の到来というような名前にしてみましょう。そしてジャンルは J-POP、 これはジャンルはとか言わなくても J-POP だけでも分かりますよね。そして何番まで作るかというのはデフォルトは3番になってますので、それも設定する必要はないと思います。そして英語混じりとかいうのはちょっと入れたらいいと思います。英語のフレーズを入れたいときに 40% 英語とかいうふうに、全然上のメニューとですね、整合性がなくてでも GPT は判断をしますので、細かく設定する必要はありません。そして12番、あなたが表現したい曲のイメージということで、寒い冬ドラとマフラーというふうに書いてみました。これで送ってみましょう。その他はお任せとしておくといいと思います。するとこうやってまとめをしてくれて歌詞を作りかけます。マフラーという言葉も使ってくれていますね。そして英語も混ぜてこのように歌詞ができています。 Snow AI で使うスタイルオブミュージックもこのように書いてくれています。そして念のためにひらがなの方が自分は作りやすいんだという人のために、これをひらがなに直したひらがな歌詞も作ります。でここでですね、その次何も出ていなかったらですね、プロンプトとかプロンプト作ってとか、そういうふうに言うとですね、プロンプトを作ってくれます。はい、このように一番冒頭には GPT O1 用歌詞生成のプロンプト、そんなふうに1行目が出てですね、プロンプトを作成してくれます。 GPT は下記の歌詞をまずひらがなに変換し、その後1番2番の同じセクションの文字数を合わすようにやってくださいみたいな、そういうプロンプトができて、そして歌詞をこのように貼って、そしてまた最後に注意ですね、綿密にひらがな歌詞の1行ずつの文字数を計算し、何度も文字数の差がないか
プラスマイナス1文字以内でチェックしますと。日本のメロディーはとても重要な処理です。確実に文字数を計算して回答してください。その後訂正した新しいひらがな歌詞とそれをもう一度カナ漢字混じりに変換した歌詞、これを個別に出してくださいと。そういうようなプロンプトが出来上がるんです。そこでコードをコピーするという右上、これでコピーをしてもらいます。そしてチャット GPT の O1 プレビュー、ここ見ていただいて間違いのないように一番能力の高いチャット GPT を使います。そしてここに今コピーしたものを貼り付けます。そしてここで送信をします。はい、すると考えていますということで何やらいろいろ考えてくれています。ちょっと内容を見てみましょう。はい、ひらがな変換と歌詞調整とか文字数の確認をして考えを進めていますということで、制限の確認をしたり冬の風景というのを思い浮かべる、まあ人間みたいに考えてくれてるということですね。そして変換作業を進行してくれています。どん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 考えています。今出てるところが重要ですね。次の動きは対応するセクションの文字数を一致させること、各行の文字数を数え直してプラスマイナス1の範囲内で整えたいというようなことを書いています。こうやってどん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 考えています。自分自身でプロンプトをまた考えながらこのように出していってるということになります。素晴らしいですね。はい、そうしましたらまずひらがなで出してくれて、次はカナ漢字混じりの歌詞を書いてくれました。文字数を極力合わせた歌詞を構築しましたと。多少の編集はご自分で願います。若干の字余り字足らずはありということで、スノー AI の歌詞にご利用くださいということが出てきますので、ここでコードをコピーするというふうにします。そしてスノーの方に行きます。一番上はカスタムモードですね。歌詞を入れるときはカスタムモードにしてください。そしてリリック歌詞のところに今のものを貼り付けします。そうしましてここでスタイルも入れたらいいと思います。一度入れてみましょう。一番最初のところにですね、戻っていただくとスタイルオブミュージックがあります。これをコピーします。はい、そうしましてこちらに貼り付けましょう。ただしですね、スノー AI の最新バージョンでペルソナというのが使えるようになりました。僕はある男性シンガーの声がとっても気に入ってますので、これを選択しています。男性シンガー01というのですね。これでタイトルですけれども冬の到来というタイトルにしましたので、これも冬の到来にしておきましょう。これでクリエイトをします。ペルソナを使っていますのでメールボーカルに変えました。これで作ってみましょう。最近はスノー AI もとっても早く生成するようになりましたね。だいたい10秒ぐらいあったらもう聞き始めることができます。まあこれでまだ完成してるんではなくって、バックヤードでは構築をしているようなんで長さというのは確定していません。でもこれで聞き始めることができますので、上の方から聞いてみましょう。恋しい、
コード進行が面白いですね。街を包むよ、無口な季節が広がるよ。 Silent night, I'm all alone。 あの日の笑顔が滲むよ、あの頃の二人が浮かんで、今も消えない君の影。 Stay with me, Stay forever。 冷えた心に光を、白い息が心に降り積もるこの想い。 Hold me close, don't let go。 冬が来たね、また一人最後の冬。はい、ちょっと尻切れトンボになりましたね。ここからはエクステンドでつなぐというのもいいでしょう。ちょっとやってみましょうか。エクステンドでつないでみましょう。どの辺でつなぐのがいいかなと思うんですが、ちょっと見てみましょう。冬が来たね、また一人最高の冬に。3分26秒のところでつないだらいいのが分かりましたので、エクステンドをします。そしてここで3分26秒という風に入れたいと思います。そしてこの後ですね、エクステンドをします。聞いてみましょう。最高の冬にさよなら、あなたがいると信じてた。はい、エンディングを作ってくれました。もう一個の方も聞いておきましょう。最高の冬にさよなら、あなたがいると信じてた。はい、こっちの終わり方の方がいいですね。じゃあここでつないでみましょう。クリエイトメニューから Get Wall Song、 これを選びます。はい、ちょっと聞いてみます。最後のところだけ聞けばいいと思います。最高の冬にさよなら、あなたがいると信じてた。はい、綺麗につながりましたね。まあもう本当に技術いらずというかですね、嬉しいですね。先ほどの2曲目聞いてなかったので、2曲目もちょっと聞いてみましょう。ピアノソロから入りました。
のぬくもり、エンディングに飛ばしましょう。白い木の冬にさよなら、あなたがいると信じてた。はい、こちらの方はもう一発でエンディングまで行きました。それとイントロのピアノが入っていましたね。これ皆さんには最初に説明をしませんでしたが、この僕の GPTs には工夫があります。この工夫は皆さんに大公開ということでですね、最初のスペースの行も含める4行、これにミソがあります。まずはイントロインストゥルメンタルとこう書きます。そして Like us that don't sing と書いてあります。ここは歌わないでくださいねというふうに言って、そしてスペースを一つ空けてイントロピアノソロみたいな風になってるわけです。そしてもう一度コピーをして貼り付けます。スタイルの方も貼り付けておきましょう。フェメールというのをメールに変えておきます。先ほどと一緒ですね。そしてペルソナを先ほどと同じように男性シンガーでロイチでやってみたいと思います。タイトルは今度は冬の到来2と、このようにしておきましょう。そしてクリエイトします。ここで皆さんが確認していただくことは、ペルソナがちゃんと聞いているか、いわゆる先ほどからやってる歌声と同じかということと、そしてこの上念のためにピアノというところをギターに変えておきます。これで生成をします。では聞いてみましょう。はい、今回はイントロ入りませんでした。次やってみましょう。君たい風が頬をかすめて凍えたて、はい、ダメでしたね。次は先ほどちょっとポンと押したものも聞いてみましょう。はい、イントロなし。はい、今回はイントロありです。冷たい風が頬をかすめて、はい、よく似た男性の声でなりましたね。もう一度やりたいと思います。クリエイトを押します。はい、イントロチェック。ダメでした。冷たい風が頬をかすめて凍えた手でマフラーを巻いた Winter Sky、 so、 はい、うまくいきましたね。ペルソナもうまく聞きました。ペルソナというのは自分の気に入ったボーカルを登録しておくと、同じような声質のボーカル歌い方もよく似た感じ、そういうのを再現してくれてる最新機能です。このようにしまして、僕の歌詞作成ソフト、細かいところはまだチェック段階ですけれども、皆さんもぜひ使ってみてください。ただしチャット GPT プラス以上の方ということを覚えておいてください。ただし GPTs の方はフリー版の方ででも使っていただけると思います。じゃあ今日も長い時間ありがとうございました。またねー。